も海外遠征できてたのが、2年前のそれこそ、E クラブワールドカップの、ミラノ大会、でその FIFA の競技シーンにおいては、あの自分たちが出たミラノ大会が本当に最後の大会になっていて、そこから約2年間ずっとオンラインでの開催が続いていた中で、マスターズカップというあのいい機会をいただいて、まあ、一発目のオフライン大会ということで、まあ、最後と最初に出れるっていうのはすごいちょっと運命的なものも感じますし、あの本当に海外にあので試合できるのは久々なんで、あの興奮はしてますね。もう気持ち的には結構あの海外に行けるだけでもあの興奮してますし、イギリスっていうのは自分があの海外で試合したかった国の一つなので楽しみではあります。